どうしゃべんです。今回は突然ですが、皆さん去年のフラパで何が一番印象的でした？まあ重心化ガブリエとかしましたし、ヒロアカコラボの発表とかアップデートも豪華で、いろいろとなんか盛り上がるポイントありましたけども、やっぱり一番これではないかと思いまして、こちら、はい、モンスト6周年カウントダウンキャンペーンの発表というもので、これ最初だったんですよね。で最初でこれ結構僕たちの心をグッと掴んだというか、そういうやつだったんですけども、本当にこのイベントはもう、なんなら歴代のイベントモンストで7年間やってますけども、大体の中でも一番すごかったものだったんじゃないかなと思います。ないし今回はこれを紹介しながら、ああったなっていう感じだったり、まあ、今年もこれあったらいいなって考えたりする動画ですね。でまあで先言っときますけど、まあないと思います。ほんとこれ豪華すぎますし、去年の特権と言いますか、まあ、形を変えてなんかあるかもしれないですけども、全く一緒のイベントするっていうの考えづらいんで、まあ、本当に思い出感覚で聞いててください。でまずこのキャンペーンの発表から、初ゲット確定ガチの開催のお知らせ、まあ、ここまではなんかすごいなってぐらいの、まあ、これまでのモンストの凄さって感じなんですけども、この次ですよね。なんか突然ドラマが始まって、まあ、なんかモンストプリズンっていうものを舞台にモンストの不満を書き込むとここに収容されるみたいな設定でして、でそのドラマの内容がなんかその不満言う人がいっぱいいるから、とりあえずオーブ配っとけばなんとかなるだろうって感じで、オーブをいっぱいくれるっていうストーリーだったんですよね。という流れでこの画像こちら、はい、オーブ100個もらえるっていう、いやもう衝撃的で、まあ、この頃あのパズドラとか、まあ、宝石大量配布みたいな話があって、まあ、モンスターしないのかっていう話がありましたけども、モンストで普段から配ってるんですよ、ハシャトーとかで。あれ配ってるではないかもしれないですけど、まあ、比較的頑張ったらいっぱいもらえるんで毎月。それがあるからちょっと僕はないかなと思ってたんですけども、まあ、まさかのこのフラパで100個配布ってのはやったなと。でもここでも100個って言ってるんですけども、蓋を開けてみると、まあ、開催して開けてみるとなんかこういう感じでね、ボリーの画像でも、この画像も知ってる人にとってはもう一回体験したいぐらいの感じだと思いますけど、100個以上ってのが100から150でしたっけね、100、150、200、300、500っていう、いや500ってやばいですからね。現金相当したらだって3万円ぐらいですから、まあ、それを人を選ぶとしてはタダで配ってるって考えたらやばいんですよ。相当な量を配ってくれたっていうイベントでしたね。ただまあ並行していろんなイベントやってたんで、まあ、この頃で言うと、まあ、アルファシリーズの一段、ノンアルファとかのやつのシリーズとか、ヒロアカもやってましたし、結構ね、引いちゃうと引きたくなりますから、そっから課金するっていう人も多かったと思うんで、まあ、いわゆるエビで鯛を釣る戦法が成功したんじゃないかなと思いますね。でもここで終わってもすごかったんですけども、こっから続くってのが、このキャンペーンのすごいところで、8月になると50個以上配布っていう、まあ、これだけ聞くとさっきのスケールダウンではないかって思っちゃうんですけども、これ3週間やったんですよ。まあ、1週に1回引けたんですけども、3回やれば最低でも150っていう、さっきより多くなってるんですよね。で、1回につきまだ最大200なんで、ここでドカッと増えてるっていう。で、まあ、7月、8月とオーブと来たんで、まあ、これは9月もオーブだろうと思いました、僕も。で、まあ、100個、50個と来てるから、次はまあ、1日10個みたいな、そういう感じかなと思ってたんですけども、まあ、その予想を超えてきちゃったモンストは、9月はなんか、アゲインガチャっていう、ここでしか開催されなかった。未だに2回目の開催は行われてないものでして、これ名前の通りアゲインってのができまして、10連引いて最後になんかマークあるんですけど、このマークでもう1回って言うと、また10連始まるんですよ。20連目に突入して、で、またもう1回ってなって、最大30連まで続くと。で、そっから人によっちゃ続いていく。最大100連。で、終了の目安が限定キャラが出たら終わりってのがありまして、限定キャラが出るとそのガチャで終了っていう可能性が出てきまして、まあ、最悪30連でも限定キャラ1体回収できるっていう美味しいガチャでした。まあ、僕も30連でしたけど、なんか途中の10連でめっちゃ出たんで、異様なまでの量でしたし、いや、これも総じてこのキャンペーンやばかった。まあ、結構フラパと周年の間ってちょっとだれると言いますか、しょうがないんですけど、やっぱだんだん下がっていく傾向あったんですけど、やっぱこのキャンペーンの影響でなんか盛り上がりは、平行なまま周年に突入したらしいんで、まあ、大成功だったんではないかなと思います。ただこれがなんか凄すぎて周年が、まあ、これまで通りだったんでちょっと荒れてましたね。まあ、周年キャンペーン元からすごいんで、あれなんですけど、やっぱこのカウントダウンがそれを上回っていたってのは頷ける。まあ、というも昨年の今頃発表された、モンスト6周年カウントダウンキャンペーンの振り返りでした。今年はどういうキャンペーンが開催されるのか、まあ、全然ないという可能性もあるんで、あったらいいなって感じで、待っておきましょう。もちろんモンストプリズン第2弾も大歓迎でございます。というわけで、よかったらコメントなんか皆さんのこのモンストプリズンの思い出とかありましたらどんどん書いていただけると嬉しいです。いるんですから、なんか、全部オーブ最大だったみたいな。そんな豪運、まあ、逆に全部最低だったっていう方いましたら教えてください。あと、ついでにチャンネル登録もしていただけるとこんな感じで、毎週もその動画投稿してるんでよかったら登録していただけるとこれから頑張っていくんでどうかよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら、プリズン。